はい、お元気さまです。くるみじ手術の平です。えー、本日はですね、えー、前回の動画でちょっと話をしたのが、ちょっと気になったものですから、えー、ちょっとその辺のフォローをしておきたいと思います。えー、前回の動画でですね、えー、共通テストの後に、えー、まあその、なんてうか、A 判定、B 判定になっているような子たちは落ちますよと。ね、それから、えー、D 判定、E 判定になっている子たちは逆に受かりますよ。 みたいな話をしたと思うんですけども、まあ、実際これあった話なんですけれどですね。まあ、あ2012年に、この12年前に久留米自習室が開校した年にですね、入ってきた生徒、例のその広島大学を出席で卒業した生徒ですね。あの子がえ友達のことでちょっと相談してきたというかですね、まあ、あの言ってきたんですけれども、まあ、学校の先生にえー A 判定でも落ちるんだよっていうようなことをですね、言われて、 それで落ち込んでしまって、それで落ちちゃったということですね。結果的にはですね。はい。というような話をちょっと一言フォローだけ今日はしておこうと思います。はい。ということでですね、えー、繰り返しになりますが、A 判定、B 判定の生徒たちほど落ちやすいですよと。で、D 判定、E 判定の生徒たちほど受かりやすいですよと。これが大学入試の、まあ、決定的というかですね、致命的なポイントになるわけなんですけれども、まあ、こういうことは私は言わなくても、 ある程度の難関レベルの高校の先生たちいうのは分かってますから、分かってますから、学校の,、ね、その共通テストが終わった後にですね、これ注意点ですけれども、共通テストが終わってリサーチとか帰ってきたら、必ず学校の先生たちは言われると思います。A 判定、B 判定は落ちるぞと。<laughs> これね。まあ、これ言わない学校の先生は割と、あの、 そこまでの難関レベルの生徒の指導に慣れてない先生だと思いますので、やはり難関レベルの、ね、難関レベル中でも、どの程度皆さんがあの考えるか分かりませんけどね、まあ、今回は久留米高校という,うな話をしていますから、まあ、そのレベルですね。はい。では、まあ、なんだろうな。まあまあ、九州大学にいい10人合格させるかどうかっていう,ようなところで考えてもらえばいいと思います。そのレベル以上の高校ね。 まあ要するにその、九州大学とかだったら、まあ、要するに旧、旧定大に2桁以上合格させてるようなレベルの高校の先生たちだったら必ず言われると思います。A 判定、B 判定でも落ちるよということね。はい。で、D 判定、E 判定の生徒でも受かるから、ねえー、まだ諦め,な諦めるんじゃないぞみたいな感じでね、言われたりすると思うんですけれども、まあ、そっちはいいんですけどね。まあ、毎回 A 判定、B 判定を取って、それで有頂天になって、えー、落っこちる生徒たちがいっぱい出てきますから、釘を刺す上でも、A 判定、B 判定でも受からんぞという話をされると思います。特にそういうね高校の先生方で、そのレベルの高校の先生たちっていうのは、そういう真剣ベネッセとかのね、 えー、進路指導とかで集められて、この学校が狙い目だとかな感じでね、真剣ベネッセから言われると、逆にその学校は狙い目じゃないぞと。だからお前さんは、ね、当然 A 判定、B 判定もらってきてるやろうけども、受からんぞってうなことでね、そういうのは脅しをかけてくるとは思います。はい、だけれれどもそその生徒はですねそれが あまり逆効果だったというかですね、大体その担任の先生が言うことだからさ、担任の先生だったら、自分が担任してるクラスの生徒の性格ぐらい分かっとけよっていうふうに言いたくなるんだけれども、そういうふうに言われると逆にへこんでしまう生徒って中にいるんですよね。このちょっと動画なので、えー、YouTube なので、不特定多数ですが、どんな生徒なのか。 わからないので、一応私はこう言ってるんだけれども、大体ね、それでマンツーマンでその生徒と話をするんだったら、それはもう大体どういう性格の生徒なのか、言われれば逆に奮起するのか、言われると逆に落ち込んじゃうのか、そういうのはわかるはずなので、まあ、そこらへんね、ちゃんと担任の先生が言えばいいのに、まあ、その2012年の、ねえー、久留米高校の3年生を、 担任していた先生なんだと思うんですけどね。まあ、そういうふうにその A 判定は落ちるんだぞと、ね。今回そこは狙い目だっていうふうになあ真剣ベネステが言ってるということはみんなそこに殺到してくるからお前受からんぞっていう,うな感じでね。だからもっと頑張れよっていうふうな意味合いで。 葉っぱかけけてたんんだと思うんですけども、言われた方の生徒はですね、多分女の子だと思うんですけれども、まあ、もうだめだ、もう私だめだ、受からない、受からないみたいな感じで、そこからもう手が止まっちゃったわけですね、もう震えてしまって、もう手が止まってしまったと、だからもうその広島大学のね、主席で卒業した女の子なんかは、その友達がそんな状態だと、ね、励ましてるんだけれどもと。 ね、そんなわけないということでね、あんた A 判定なんだからさ、頑張れば受かるんだからと、頑張りなさいよっていう,うに言われた、言ってるんだけれども、もう学校の先生からね、お前は受からんみたいな感じでね、<laughs> A 判定は受からないんだーみたいな感じでね、まあ、これ常識ですからね、A 判定、B 判定が受からないっていうのは、常識ですから学校の先生もそう言われるんだけれども、言われて今度は逆に震え上がってね、もう,もう手がつかないっていうような感じになってしまわないように心の準備はしとってくださいねと。はい。 もう頼むから A 判定、B 判定は来ないでくれって感じでね。頼むから A 判定、B 判定来ないでくれと。C 判定か D 判定か E 判定来てくれと。そうすれば他の生徒たちがね、あの大移動で流入してこなくなるからね、はい。というふうに思ってもらったらいいんですけども、まあまあ A 判定、B 判定来ますよ。A 判定、B 判定が来るでしょうから来たら、ねえー、死に物狂いで頑張るっちゅうことですね、はい。A 判定、B 判定の生徒ほど頑張らないといけないと。 まあ、D 判定 E 判定の生徒はとにかくね、頑張ってると思いますけども、それぐらいの頑張りを A 判定、B 判定の子たちもやらないといけませんよ、ちゅうですね。D 判定 E 判定の生徒たちがなぜ受かるのかっいうと、死に物狂いで頑張るから。A 判定、B 判定の生徒たちがなぜ落ちちゃうのかっいうと、そこから頑張らなくなるから。というとね。はい。ということで、えー、学校の先生から A 判定で受からんぞというのをね。 まあ特にその真剣ベネッセがここが狙い目ですみたいな感じでね <laughs> 言われると思いますから必ず言うと思いますからそうすると全国の高校の先生方が一斉に高校であそこが狙い目だーってな感じでねまあ皆さんが A 判定 B 判定を取ってるような学校ほど狙い目の学校ですからそんなに簡単に A 判定 B 判定が取れちゃう学校なわけですからねそこへ行けみたいな感じでもう全国で一斉に大合唱が 始まりますので、そこで、そういうね、久留米高校の先生たちみたいな、ある程度優秀なレベルの先生たちっていうのは、お前は受からんぞと、A 判定だから、お前は受からないんだぞっていうようなことを。 もう熱心に語りかけてくると思いますので、そうするとやる気なくす子がいるんだよね。今どきの子たちの悪いところはね、そういうふうに言われると、お前落ちるぞみたいな感じで言われると、ふにゃんってなってしまうんですよね。<laughs> 昔の子たちはね、そういうふうに A 判定でも落ちるんだぞみたいな感じで言われると、<laughs> 何一っこの野郎みたいな感じでね、頑張るんですけれども、反発心があるんですよね、はい。いかにもその反抗期らしい反抗期。 中学生や高校生の時の特有な反抗期的なものが出るんだけれども、まあ、今の子たちっていうのは反抗期が来ない、あの反抗期というのが大体23歳、24歳、社会人になって、そして、えー、社会に出てね、就職してから反抗期が出てくると。そこでもう仕事しない、もう家でずっとね、もうニート引きこもりになると。親が死ぬまで親の年金にぶら下がるみたいな感じの。 反抗期に入っちゃうというのがですね、まあ、これが今の時代の,その反抗期みたいなんですけどもな、なんかもう中学生や高校生のうちに反抗期は全部使い切ってしまえよっていうふうに言いたくなるんですけどね、ここで反抗期を使えないっていう子たちがね、まあ、非常に不思議な存在なんですけどね、まあ、今時の、ね、Z 世代だかアルファ世代だか知りませんけれども、まあ、そういったところで必ず言われると思います。ある程度のレベルの高い高校に通っているんであれば、A 判定や B 判定の生徒ほど落ちるんだぞと。 いう,ふうなことをですね、まあ、そういう大学受験の当たり前のことを言われると思いますので、そう言われたときに、ふさぎ込まないようにね、落ち込まないようにしてください。はい他にもいろいろあります。今からね、追い込み時期、冬季講習に向けて、えー、無料おー、無料冬季講習、無料体験授業とかいうような感じでね、やってると思うんですけども、こういう時に行くわけですよ。私も教え子たちとかね、行くと、その行った予備校の先で、えー、ね、 えー、授業を受けてわ、私の成績で受かるでしょうかみたいな感じで相談しに行ったりして、お前は絶対受からんみたいな感じでね <laughs>、言われるんですよ。この10月とか11月とか12月のこの時期にね、高校3年生とか、あのそういう無料体験授業に行ってね、俺ではそんなこと言われるわけですよ。もう落ち込んじゃってね、もう勉強が手につかなくなるってう子たちいるんですよ。今のこと中、本当不思議なんですよね。もうそんなの聞かなきゃいいんですよ。そんなの聞かなくていいんですよ。 聞く必要性ないですから、ああ、そうですかで聞き流せばいいんですから。まあまあ、自分から聞きに行きますからね。それで塾や予備校の先生たちだから、プロだと信じてますからね。はい、全然プロじゃないですから。授業のプロではあります。授業のプロではあるけど、進路指導のプロじゃないですから。ね。だから、前にも紹介した。 坂学医学部に合格した施設高校の生徒なんちゅうたら、英語習いに行ってね、英語の先生から、お前は1年浪人したって、この英語の成績では、坂大医学部受からんぞみたいな感じ言われて、頭来て、その子はその塾をやめたんですけどね。うんまあ、そういうような感じで、そんな一教科だけ見てさ、一教科だけ見てよ自分、その教えてる先生の一教科だけ見て、俺で合格するか合格しないかなんて、分からんじゃないですか、そんなこと、普通は。分からないのに断言するんですよ。 これで断言されてしまうと、今時の子たちっていうのは、ニャーでな感じになっちゃうんですよね。断言されようとも、それはしき返せっいうことですよ。はい、断言されても、そんなもん聞くなと。学校の先生から、お前受からんとか断言されてもね。塾とか予備校の先生から、お前受からんっていうふうに断言されても、そんなもんは聞くなっていうことですよ。本 <laughs> 当、はい、ね、あのー、 素人感覚で言われるものを鵜呑みしてしまうのは非常に困りますよっちゅうね。そういう訓練しておかないと大人になった時、こういうのはいっぱいでできますからね。いっぱい出てきますから。もう必ず社会人になって、社会人1年目とか社会人2年目とかになると、お客様からね、社長出さんかと、お前じゃ話にならん、社長出せ、社長連れてこいって感じで、ね、言ってきますから。必ずお客さん言ってきますから、無理なんだ言ってきますから。それを鵜呑みにしちゃだめですよということね。 ああそうですかってううね。聞き流さないとダメです。もう昨日もちょっと大変でしたけどね。ボランティア行ってきましたけどね。朝8時から夜8時までボランティアですけど、もう本当にむちゃくちゃなこと言ってきますからね。むちゃくちゃなこと言ってきますから。<laughs> 本当に大変ですよ、うん。もう無理なんだよ。吹っかけてきます。はい。 だけれども、そういうのまともに聞いちゃだめですよ。今時の子たちはね、もうとにかく平成生まれの子たちっていうのは素直、あの素直すぎるので、素直なことはいいことですけど、素直すぎるともう鵜呑みしちゃいますからね。今すぐ社長連れてこいみたいな感じで言われて、連れてこれませんみたいな状態になって、はい、もう会社辞めます、辞表出します、みたいな、そういう子たちに育っちゃうんですよね。 学校の先生の言うこととか、なんでうのみにするんですかと。塾や予備校の先生たちの言うこと、なんでうのみにするんですかっていうことですね。はい。ということで、そういうのはうのみにしないんですよ。と。あ,あ、そうですかと。そういう考え方もあるんですね。ぐらいでね。人は人。ね。人は人。自分は自分。っいうようなことで、えー、しっかりやっていきましょう。もうちょっと今日は12分ぐらいで、これでね、終わりにしておきましょう。<laughs> はい。最後まで聞いただけありがとうございました。気に入っていけばチャンネル登録お願いします。下の方に私のブログ、お便りシート、電話番号が入りますので、よろしくお願いします。 はい。ということで、以上です。